はい、こんにちは、ピクチャレスクです。今日はですね、ちょっと今までに出したことのない内容の動画なんですけど、実はですね、ここに写っている写真はですね、失敗作になりますね。で、なぜ失敗って、なかなか失敗したんだよっていうのってなかなか見せることってないと思うんですけれども、あえてですね、ちょっと悔しかったのもあったんですけれども、じゃあどこが私の中で失敗したと判断したかとかですね、そういうのを知ってもらえたらなんかいいんじゃないかなと思って、今回ねちょっと動画にしてみましたし、せっかくね記事自体はすごくいい記事なのはずなんですね。なのでちょっともったいなかったっていうのもあって、記録に残しておきたいなっていうことで一度作ったっていうのをですね、それでもう失敗しちゃったから、もうちょっとこれは自分で使ってみるなり、廃棄するなりに最終的になると思うんですけれども、ちょっとね、今日ね、こちらの動画をご覧くださいますよ。お願いします。ありがとうございます。それでですね、まずそもそもですね、失敗の、これは最初から失敗だっていうのがですね、生地がね、足りなかったんですよね。で、この生地はジャガードでラメの糸のシルバーなんかも使っていてですね、イタリア製の生地なんです。イタリア製なんですね。で、混率がですね、ビスコースって言って、レーヨンのことなんですけれども、ビスコース、かっこ再生繊維っていう風についてるものなんですけども、それが 70% とポリエステル 30% でできている柄の生地なんですね。で、この柄、幾何柄みたいに見えるんですけど、大花が描かれていて、大きな花ですね。とてもね、美しいんですね。で、ブルーと、紺と、シルバーとかグレーのね、この水彩画みたいな感じのこのコンビの色がすごく綺麗で、まあこの私が生地が足りなかったことで、この側面に使った濃紺のジャガードの割と肉厚の生地なんですけど、こちらは日本製なんですけど、ポリエステル 100% でツヤがあって、でこれと合わないことはないんですけれども、やっぱり最終的にですね、じゃあ最初からと思うんですけども、足りなかったのはもう追加しようとして、この生地がもうねなかったんですね。ないからもうしょうがなくって感じだったんですけど、あれば全面的にこのイタリア製の方のね、ジャガードの大花を全体的に やると全然イメージが違って、なんか花もっと爽やかな感じになると思うんですよ。濃紺っていうのはどうしてもダークなので、このようにね、濃紺が暗い感じにちょっと部分が出てしまうんですね。で、それで、ちょっと良くないなと思いながらやっぱりやったんですけれども、最終的にやっぱ最後の方で他の部分もちょっと良くないとこが出てきたんで、まあこれはもう、ちょっと没にしようと決断したきっかけでもあるんですけれども、ということですね。今映ってるとこの左上の辺がちょっとね、くちゃってなっちゃったっていうのもあるんですね。あとですね、これ裁断時のまだ途中のとこなんですけど、そもそも生地が足りなかったから、ポケットのタブがですね、ちょんと小さめの幅に変えてみたんです、アレンジして。それがいい形にカーブを描かずに、ちょっと変な尖った感じにくしゃってなっちゃってるのも、あまりちょっと見栄えが、視線が行くとこですからね、ポケットのタブとか、ああいうカーブを描いてるとこって。で、綺麗にやれたらいいんですけど、ちょっとね、あまりうまくいかなかったっていうのも良くなかったことですね。すごく、近くで見ると美しい柄だと思いますよね。で、こっちの濃紺の方ももちろん美しいんですけれども、やっぱりね、出来上がるとですね、暗い感じがどうしても否めないんですよね、紺っていうのは。だから、濃紺ってあんまり使わない方がいいんだなって、もうこれでも思いましたし、そうですね、うん。で、この裏地とのコンビの場合は、あくまでも裏側に使うだけに留めておいてっていう感じにすると、やっぱり最初から生地をですね、もうちょっとたくさん、表地のこの綺麗な薄い方ね、これをたくさん買っておかなかったから、もう足りなくなっちゃって、でももう最後なくなっちゃったっていう感じですね。でもそれでもね、最後までこうやって作り上げては見たんです、一応ね。なんだけれども、まあなるべく工夫はしました。濃紺のとこを隠すためにポケットを表に、本当は表につける予定じゃなかったのを表につけてみたりもしただし、この部分、今の映ってる部分はね、すごくいい感じの作りになったので、やっぱり生地がちゃんとあればね、うまくいったかもしれないなと思いますね。そうなんです。今の底のとこを見てみますけどね、このね、濃紺の生地が肉厚すぎて、ちょっとね、ミシンが通らないっていう事態にも陥ったんですね。だから
底の部分とかから見ると分かるんですけど、重なった部分です。この裏にね、重なり部分がありますね。このね、最後ね。ここの部分がちょっと厚みがありすぎる感じになったことで、針が折れそうになったり、糸がちょっとね、飛んだりした、ここですね。ここが分厚すぎるんですよ。だからやっぱり、この濃紺を選ぶときも、この濃紺もちょっと裏地にしては分厚いのを選びすぎたっていうのもいけない。ここで反省しましたね。やっぱり裏地は、もう薄い。このバニティの方に関しては、もう重なる部分がちょっとあると、ミシンが通らないっていう傾向があるっていうことが分かったので、もう今後は、このバニティ作るときは、なるべく薄い生地を丈夫に作っていくっていう工夫ということのポイントでやっていかなければならなかったなと思いますね。で、よかったのはこの横のタブなんかはね、うまくつけれたんですよね。バッテンにして、支える感じの縫い目もちゃんとできたしって感じで、頑丈にはできました。で、それでポケットを実はつけ忘れましたね、中に。なので、こういう、急遽この、紺の生地は余っていたので、こうやって紐を通して、よくこういうの見かけたことないですか？ポロって落ちても外に行かないように、こう犬のなんかこう鎖みたいな感じで、つながってるんですよね。それを作ってみたって感じですね。その中には大きな計算機も入るよっていうことで、ちょっと今ね、臨時で入れてみているんですけれども、まあでもこういうポケットもですね、芯地がつけられないんですね。芯が見えてしまう、どうしても。で、複雑なポーチにしすぎると重くなってしまうしって感じで、ちょっとそこが難しいとこですね。バランスがね。こんな感じで中はね、紺一色っていう感じにできて、結構綺麗にはね、できたんですよね。ファスナーのところがどうしても縫い目が見えますから、それが外側に見えても綺麗になるようにって念入りに結構きちんとね、やったつもりではあったんですけどもね、結果ね、こういうことになってしまいましてね、ちょっと残念でした。でもまあ、これからもバニティバッグは作っていくので、この失敗の経験を生かしてですね、まあ、濃紺は気をつけるっていうことを、暗くなりがちなどで気をつけてやるっていうことと、まあ、生地をちゃんと余裕を見て買っておくとかね、なんかそんなこととか、芯地の入れ具合とかですね、分厚くなりすぎないように工夫がいる。でも弱くなってもいけないなっていうのもあるんで、ということですね。あとはですね、ここの、今回のこのこういうふうに寄ってしまいましたね、今つまみが。これは、サイズが合ってないんですよ。なんで合わなくなっちゃった、ずれちゃったかっていうとですね、重なる部分を多分、しっかりと綿密に計算して重なる部分の縫い代でやってないから、長さが変わっちゃって、生地がどっちが余るのかな？うん、そうですね。紺の方が余っちゃったから紺がダブついたって感じですよね。なのでその辺のバランスも組み立てを後でするときには必要だっていうことになるので、まあそういうのもね、今回ちょっと、自分で学んだ感じになるので、これが記録として、まあ、残ることになりますね。本当に惜しかったです。この生地も多分素敵だから、もうなかったんだと思うんですよね。1回目買った時からちょっとだけ時間が経っていて、日にちっていうか何ヶ月くらいですけど経っていて、もう同じのがなかったのでっていうことですよね。だから生地は余る感じの方が逆に後でなくなっちゃうよりもいいですよね。まだマシっていうかね。なので、ここの左上にぐるぐるっと巻いてあるショルダーですね。ショルダーはね、作らずに終わったんですね。もう最後の時点で、もうこれはダメだってことになってやめたので、ショルダーだけは作らずに終わったって感じになりましたね。はい。では今日はですね、ちょっとこんな感じで、珍しい動画になるんですけれども、失敗作を、プレビューしてみるっていう感じで、振り返ってみたって感じになりますね。でもこの中からも何か、参考になって見出して今後の良い風に作っていけるとこにつなげていけたらいいかなっていうことは思いますね。はい。では今日はこれで終わりたいと思います。ちょっとね、風邪をひいてしまいまして、最近風邪がこう、なんかの、声が変わっちゃう風邪の引き方みたいな、去年からなんかそういう風なのになっちゃってましてね、花粉と混じるでしょうね、きっとね、なんかごちゃごちゃになっちゃって風邪と花粉とかね。で、ということですね。はい。ではこれで、次の動画の時に治ってるといいなと思います。はい。ではどうもありがとうございました。
はい、チャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いします。その他ですね、ブログもサイトの方で書いておりまして、こちらもね、ぜひご覧になってください。下に貼ってある URL からサイトに行けます。そしてその中に商品という欄をクリックしてもらうと、そこでバッグを売っていますので、そちらの方もね、ぜひよろしくご覧ください。ありがとうございました。